まずは助けてやろう。アグモン、この糸を切れそうか。任せて。はあ、助かった。いや、どうもおきに。珍しいこともあるもんやな。また人間の子供です。またって、君他にも人間の子供を見かけたの？はいな、アンさんの後ろにいるやつよりエロ小さかったです。それってひょっとしてミュウ？その子って一人で歩いてたの？いや、それがあの怖い歩きにもに捕まってましてな。えらいかわいそうでしたから、隙を見てちょちょいと助けたったんです。そしたら歩きにもにバレまして、わて捕まってしまったんですわ。それでミユは、その子はどうなったんだ？え？ああ、ちゃんと逃げ張りましたよ。途中まで一緒でしたから、間違いありません。なんかあれです、キラキラしたとこへ行きまして。そうか、教えてくれてありがとう。それとミユを助けてくれたこともありがとう。いえいえ、これくらいお安い御用ですわ。キラキラしたとこって？わてもあれや、なんちゃったらええんやろ。上の方からぼーっと眺めたらええんちゃいますか？あ、それなら電波塔の上から見ればわかるんじゃない？そうだな、それなら早く登ってみよう。よし、やっと着いたぞ。いや、今更だけどさ、こんなボロボロのロープウェイが動くなんておかしくない？どっから電気来てんの？メンテとかどうなってんだよ。誰がやってんだよ、おかしいだろ。校舎の水道だってそうだよね。何なんだろう、本当。今はそんなことよりミユの行方だ。さっさと登ろうぜ。おい、なんだこれ。どうなってやがる。周り中が海だと。おい、ここは山間部だったはずだぞ。これ島じゃん。やっぱ俺たち強制移動させられてたの？なんだかとんでもねえことになってきたぞ。お前たちの校舎も神社も全部見覚えある建物だってのに、位置も違えば地形も違う。どうなってんだ。嘘でしょ。何がどうなってんの？みんな落ち着くんだ。修二さんが一番落ち着いてないじゃない。そんな。なんで海、なんで島なんだ。見覚えのない建物すらあるぞ。鉄パイプだらけのでっかい建物があるな。
異世界ってことでいいのよね。もう助けなんて来ない。そう考えていいのね。そんなことないって。まだ悲観するには早いよ。でも亮、やっぱりだ。やっぱりここは元の世界じゃない。元の世界じゃ死後の世界だ。そう、それで間違いない。おい、しっかりしろ、リョウ。俺もあいつらもみんな死んでるんだ。じゃあママは？そうだよ、そうさ。だからママはここにいるんだ、きっと。あれはもう間違いない。俺を呼びに来たんだ。おい、何を言ってる。落ち着くんだ。いいか、ここでパニックになっては危険だ。こういった時こそ一人一人が自覚を持って周囲に目をやり、慎重に自らの行動を。うるせえ。いった、殴ることないじゃないか。おい、リョウ、どこに行く。危ねえぞ。まずいぞ、リョウを止めないと。大丈夫、分かったんだ俺。ここにママがいる。ママに会えるんだ。ママ、俺だよ。助けて。あらあら、やかましい坊やだこと。そんなにママに会いたかったのかしら。ほら、いらっしゃいな、かわいい坊や。この偽物、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切りやがって。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつでもどこでも困ってる俺を助けてくれる。だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。なあ、そうだろ。ママ助けてよ。何言っちゃってるの、あんた。うるせえ。俺は今ママと喋ってんだよ。邪魔すんな。ママ、俺ずっと頑張ってたよ。ママに会えるの楽しみにしてたんだ。早く会いに来て、ママ。あら、ダメね。この子壊れちゃってるよ。どうしましょう。きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。そうね、ここで死んでもらうしかないわ。サイクロモン、いらっしゃい。Oh.
はい、アルケニモン様。これ、殺しといて。簡単な仕事だから任せたわよ。かしこまりました。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。よろしく。仕事する。なんだこれ、いやだ、なにこれ、ママ、動くな、掴みにくい。お前、ここから落とす。絶対死ぬ、確実。助けてママ。うるさい、黙れ。これでも食らえ。奴はサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ、あいつ頭は悪いから。えリョウはまだ無事なのか。抵抗してる、リョウ君は無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど頑張る。クネモンがリョウを助けてだって。分かってる、絶対助けるからな、クネモン。ミユキとハルは危ないから下がってて。うん、うん、みんな行くぞ。よし、俺が行こう。